それではウェブ情報からの罹患検出を対象とした事実性解析、死体解析の誤り分析という文献を自然言語処理研究室の勝田明弘が紹介します。でまず概要ですが、NLP によるソーシャルリスニングをので、ツイートからインフルエンザや風邪などの疾患症状を認識するというものについての問題点というのを挙げて、でそれが事実性解析や死体解析を行うことで、事実性解析や死体解析を行うことでその問題点を克服して精度を上げることができたというふうな内容でした。でまず、そのツイッターのコーパスですが、2008年から2010年にかけて約30億発言を収集し、そこから、この、表にあるキーワードを含む発言を抽出したものになります。そしてそこから、政令と不令に分ける、人の手で分けて、でその判断、不令に分類する判断基準として、その発言した、症状の対象となる人がの居住地の場所が正確でない発言や、去年インフルエンザにかかって大変だったっていうような、24時間以内の疾患についての発言ではないもの、または、風邪はひいていないといったような否定の表現や疑問分、不確かな発言というものを負の例にすると、数としてはこのような表のものになりました。そしてで、これがインフルエンザの場合の、具体的な例になります。上の2つが政令で、下の2つが不令とに、ラベル付けされています。そしてこの政令にのデータと、人の手でアノテーションされたデータを使って SVM を構築し、その、自動的に分けた中の誤り分析として、FP の 例で原因をいくつか分けると、このようなふうこのように分けることができています。そして、これがその数、いやその、風邪とか症状のにごとに分けて、どれぐらいの数があるかっていうのがこの表になり、この表から、時制やモダリティ否定というものを改善するには事実性を、データとして分析のデータとして追加することや、非当事者一般論的というものの精度を上げるために主体性が必要なのではないかというふうに考えていました。で今回比喩については、判断、改善する方法が改善が難しいということで、今回比喩については触れずに、事実性と主体性について、改善する方法を、今回は試しています。そしてまず事実性の解析としては、事実か事実でないかっていう2つに分類するために、つつじによる組成 と、ずんだによるものを使い、つつじでは同じような意味の言葉っていうのは全て同じような意味を持つ表現、機能表現をもう同じ ID として認識できるようにするもので、ズンダというのは、仮想性を解析することができるので、これで、事実かどうかを判断することができるのではないかというふうなものです。でインフルエンザをその2地下分類してみると、まず評価方法としては5分、5分割交差検定で、
適合率再現率 F 値を求め、ツールはこのようにした結果が結果じゃなくてこの、ツールとしてはこのようなものを使い、でインフルエンザというキーワードがあれば、それを中心として前後3つの形態層をバックオーバーズの組成として、モダリティ以外の組成を加えて、それを分類器として作り、このような組成を、使用して分類器を作っていった結果がこの表のもので、バックオーバーズだけだとがあバックオーバーズだけを使用した場合が上、一番上のものになり、それに URL や、リツイート、RP などを付け加えた場合の結果で、結果です。これを見ると、ベースラインの、下の2つのベースラインの筋や、ズンダを使うと全体的にじゃなくて、再現率が高くなっていることがわかります。で、またその2つを付け加えて、またオールというものも、上のバックオーバーズに対してよりは再現率が高くなっていることがわかります。そして、次に主体解析についてですが、まずこれはまず、風の、種類ごとに500件をランダムに抽出し、それが6種類あったので合計で3000件を人の手で、この図のように、主体のラベル付けをしました。そして、ラベルの種類としては、一人称や周辺人物、その他物体、主体なしというふうに人の手で分け、そしてその分けたものごとに、そのツイッター数や、正とフルがの例がどれだけあるかというものが こちらの表になります。で、主体が認識できれば、主体が認識できている時っていうのは、基本的には一人称以外のものというふうになっていて、そこから逆に主体がなければほとんど一人称で、正の例というふうなに見ることも 見れるようです。で、主体ラベルの推定器というものを作成し、それは風邪や頭痛といったようなものが、誰がそれを発症した主体になるのかというものを自動で推定するものを、分類器として、こちらのものを使い、で、ただ物体や主体なしっていうのは、今回は主な対象としては対象ではないので、一つにまとめてもう判断するという形にしていました。で、その結果が、ちょっと文字があれ見づらいかもしれませんが、このような組成を使っています、推定器に。そしてこれもまた、五分割交差検定によって精度を求めると、このような結果となっています。で、ミクロに対してマクロの方が大きくなっている原因としては、大きくね、マクロの方が小さくなっている原因として、先ほどのこれで言うと、一人称っていうのは基本的には正、ここじゃない、次の方です。こちらでの下の方の表を見ると、一人称っていうのは正解率っていうのは高いんですけど、その他の周辺やその他の人物などになると、正解率が下がってしまっていて、
で、マクロの方ではその、5分割したそれぞれのものをまず評価してその平均を出すのに対して、ミクロではその全てをひとまとまりにして結果を出しているので、この周辺やその他の方の影響が強く出て、ミクロ、こっちのマクロの方は小さくなってしまったのではないかという、考察がありました。そして上の方はあのベースラインに対する、あ、括弧の中がベースラインよりも、マイナスであれば、そのあ、まずこの対角線にあるやつが正解の数になって、で括弧の中っていうのはベースラインよりもどれだけ小さいか大きい、小さくなっているか大きくなっているかというものを表しています。例えば一人称で、正解が一人称でラベルも一人称の時っていうのは、2089が、正解していたんですけど、ベースラインよりも10個少なくなっているというふうな意味になります。そして離間検出として、この先ほどの推定器を使って推定したラベルを、を組成として使用した場合にどれだけエラーが改善されるかというものでが、こちらのデータになり、約 8.4% その推定器を使って改善することができたと。でまた、ゴールドデータっていうのが、あの人の手で、人の手でさ、あの全てが正解であるものを使用した場合は 38.1% のエラーが解消できているというふうな結果がになりました。ということで、最終的にそれぞれ、改善が見られているということで、自主性解析と主体性解析両方を合わせてその分類をしてみると、このようにこのような結果となり、自主性解析ではインフルエンザというのは、F 値が大きくなっているので改善はできているのですが、他の風邪や咳に関してはほとんど値が変わっておらず、これは変わっていないというのが分かり、でそれをに推定した主体というのをも付け加えると、全体的に少し全体的に改善されているというのが、F 値からも、この F 値が全体の平均をとっているのですが、全体的にも F 値が改善しているというのが分かります。で、さっきのでインフルエンザ、自主性解析の時にインフルエンザしか、改善しなかったのは、風邪などには、比喩表現や、そもそも主体性がわからないというような問題が多くあったということなので、自主性解析だけでは風邪などの風邪や咳、頭痛といったものは改善することができないというような結果となっていましたので、その対象を推定、主体を推定することで、ある程度改善することができるというような結果でした。でこちらがつまり最終的には実性と主体性を組み合わせると、罹患検出というのは全体的に精度は改善するというふうな結果になります。そしてまとめると、まず最初のコーパスのを作って、SVM で検出した段階では、主体性や、事実性が曖昧であったためにそれがうまく検出できないのではないかというふうな考察をして、それで実際に実験でそういうものを、
付け加えていくと実際に精度が上がったということが確認することができました。以上で発表を終わります。